エオトリケラトプスは中世代後期白亜紀のカナダアルバータ州に生きていたツノリュールイケラトプス科の恐竜。長さ約3メートルの頭骨を含む骨格1点で知られている。推定全長は約7から9メートル。その化石はホース州キャニオン類層で発見された。1910年初秋、バーナム・ブラウンはアメリカ自然史博物館の探検に参加し、 アルバータ州南ブレッドディア川西岸に位置するドライランドで大きな化石を発見した。だがブラウンは同じロケーションで大量のアルバートサウルスの標本が見つかった関係でそちらの方に気を取られ前者の化石は見なかったことにした。ブラウンの発見は2001年にロイヤルティレル古生物学博物館とカナダ自然史博物館がドライランドを探検するまでの90年間。 現場に放置され続けた。その体験体の料理人、グレンガスリーがその年、アクシデントによりその骨格に気づいた。復元図エオトリケラトプスは、シャオチュングー、ドナルド・ブリンクマン、デビッド・エバース、そしてデニス・ブラマンによって2007年に記載された。模式種は、エオトリケラトプス・ゼリンス・ラ,ラ,ラリス・ヤトライス・ラタップス、ジリンス・ラリス。名の意味は、夜明けのトリケラトプスイギリシャ語。 種商名は、ラテン語で、乾いた島を意味し、化石が見つかった、ドライアイランドバッファロージャンプ州立公園に、ちなんでいる、ホロタイプ RTMP2002.575 は、ホース州キャニオン類層上部で見つかった。年代は、白亜紀後期、マーストリヒチアン、約6760万年前、化学骨を核頭骨を含む、部分的な骨格で構成される。 フリル側の部分的な頭骨を保存しており、近縁のトリケラトップスのように目の上に巨大な角、鼻の上に小さな角がある。最低でも7つの頸椎、5つの銅子、肋骨、そして骨化した剣が修復された。この標本は血眼による保存が甘く、ほとんどの骨が壊れてしまっていたため、大部分が関節していない状態で見つかった。2010年。 グレゴリー・ボールはこの恐竜和属としての独自性に、書くため、トリケラトプス・ゼリンス・ラリス、トリケラトプス・ジリンス・ラリスに、するべきであると提案したが、これは、他の研究者たちのフォローが得られず無視された。参照できる、他の標本として、別の種に分類されたオジョケラトプスと、トロサウルス・ユタヘンシスがある。それらは、同時代に、ニューメキシコに暮らしていた動物で、 実際はエオトリケラトプスであった可能性がある。ネドケラトプス、トリケラトプス、トロサウルス、ないし、最近の祖先の直接の祖先、ありのケラトプスの子孫、ありがとうございます。